京都の闇は暗い。その闇を北は松蓮院から丸山公園八坂神社を通り、南は清水寺まで約5キロの道程を5種類2400基の行燈が彩ります。白壁石畳に映えるほのかな明かり、門前町の店に彩りを添える伝統的な明かりに加え、レーザーLED など最先端の光で暗闇に沈んだ木々、そして伽藍が夢のように浮かび上がる京都の新しい魅力を久しぶりに堪能しました。光があるから闇が映え、闇があるから光が映える。京都はもうすぐ華やかな桜の季節を迎えます。